東条はよく無思想無戦略な権力者と評価されがちであるが、戦争指導者として航空戦と総力戦を相当に重視する戦争観を持っていた。陸海航空の一本化空軍創設を成し遂げ、武力戦経済戦を一元的に統制運用するべしと常々主張していた。さらに東条には人情に気を配る面もあった。陸軍大学の受験をする者には任務を軽くする配慮をしたり、軍を去る部下の再就職の世話をし、金に困った部下に金を貸すことはしょっちゅうだったという。さらに業務の細かいところまで目を配り、手際があれば参謀本部にさえ出席した。さらに東条が昭和天皇への報告を怠らなかったことは有名な話で、昭和天皇独白録には東条は一生懸命仕事をやるし平素言っていることも資料秀密でなかなか良いところがあったと東条への高い評価が記されており、信頼を強く受けていたかがわかる。総括すると東条英機の良い点は、人情に厚く下に優しく天皇陛下に忠実で、彼なりの軍備感を抱いており、総力戦の重要性を説いた戦争指導者と言える。